おはこんばんは、皆さん、どうも、ミキです。ミキチャンネルへ、ようこそー。はい。あれ？アングル変わりました？って感じですよね。はい。ちょっとね、昔、チャンネルやってた、言ったじゃないですか。その時のね、アングルでちょっとやってみようかなと思ってね、ちょっとやったんですけど、やっぱちょっと奥行きあるのっていいね。うん。なんかね、まあ、今ちょっと試しにやったんだけど、なんかちょっと奥行きあるのはね、部屋って感じして。まあいいけど、ということで、まあ普通のに戻しまーす。はい。ということで、まあ戻したんですけど。はい。でですね、まあ今日は本題に入りましょう。今日はですね、皆さん、多分ね、もう知ってる方は多いんじゃないでしょうか。もうね、人気すぎて手に入らなかったものを、ついに手に入れました。それが、こちらです。ガラス瓶、瀬戸物。瀬戸物？この中に入ってまーす。で、開けまーす。開けまーす。こちら。パッ。ん？これだ！ゆかりペーすげーマジなペンじゃん調べてみます。ゆかり。はい。こちらですね。ゆかりペン。昨年の7月に発売されたゆかりペンタイプっていうものなんですが、なんかね、人気すぎて、もう売り切れちゃって、やっとね、再入荷して、そして手に入れました。はい。やばくない？ということでちょっと開けます。縁もゆかりも、一期一回かな。紙にはかけられませんが、食品にはかけられます。うまいこと言いましたね。はい。こちら本体やばくない？あのね、もう有名なね、ゆかりのね、ふりかけの、もうパッケージと同じだよ、これ。ちょっと行くよ。ちょっとこれやってみたいじゃん。行きます。ぽっ！あ、ちょっと出ちゃった！あ、やばいやばい。はい、ということでですね、ちょっと、今ちょっとご飯持ってきます。ちょっと持ってきた。今さっきご飯食べたばっかなんです。はい。では。ご飯にかけます。いきますよ、ペン。すごい！あ、でもなんか、ちょっとしか出ないね。うおー、すげえ、なんか、めっちゃかけやすいんだけど。やばい、これ、筆箱に入れたい。ちょっといただきます。あー。もうなんかもう、ゆかり、うん、普通に、ゆかりご飯。いただきまーす。うまっ。お弁当の時とかさ、あ、中2なんですけど、お弁当を持ってくとさ、水滴で、なんか、ふりかけを事前にかけてるとさ、味しなくない？私、それがダメでね、ふりかけかけないでって言ってるんですけど、これ筆箱とかに、お弁当箱に添えてあったら、もう困んないよ。水滴で味なくなるの。1個500円らしいです。はい。ということで、もうこれ持ってればね、人気者だよね。ね、もうね。だって、何それってなってさ、え、これ知らないの？ゆかりペン。あー、簡単。ご飯に振りかけるだけ。わー、素敵！わー！適度な量が出る。で、中身なくなったら、市販の振りかけのやつを入れるだけでいいらしいですって。多分ね、ここがね、回るようになってるから、ここ開けて入れるんですね。のり玉とかもこういうことにするべきだよね。うん、本当に。めっちゃ苦しいんだけど。さっき、ちょっと今までね、ラップの動画を編集してて、で、あれ編集に3時間くらいかかってたんですよ。夜ご飯食べたの今さっきなんですよ。苦しい。でも食べるよ。うん、ゆかりご飯最高。はい、ということで、もうこれさえ持ってれば、もう、助かるよね。うん。で、皆さんも気になったら買ってみてください。結構便利だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。すごい！